はい、ファイナンシャルプランナーの藤井です。今日もこの動画もしくは音声にアクセスいただきありがとうございます。2021年始まりまして、早、1週間経とうとしているところなんですけど、僕自身もですね FP として、もちろんこう FP 業務も頑張っていくんですけど、やっぱりその稼ぎというかね、所得の分散ってよく言うんですけど、資産運用の、ね、基本は分散って言うんですけど、言ってる本人が所得の分散できてないっていう人が非常に多いなと、いろんな FP さんのご指導を、まあ、手前見せながらさせてもらってて思うので、1月はですねちょっと稼ぐことをテーマに、お話をしていきたいと思います。で、まあ、第1弾としてですね、僕の、まあ、友人といいますか、まあ、年齢で言うと本当先輩になっちゃうんですが、もともとインターネットを始めて、僕がインターネットを取り入れた時にですね出会った方で、なんと新宿で出会ってるんですけど、地元は一緒の広島だったということで、まあ、主婦でもあるね、よっちゃんママこと増岡さんをお迎えして、今日はちょっとね稼ぐことについて少しお話ししていきたいと思います。じゃあよっちゃんママよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、動画で見てる方はですね、こう写真、動画でなんとなく雰囲気はつかめていただけるのかなというところなんですが、まあ、つくづくですね、この1月の7日、あと明日、今1月の5日に撮ってますんで、1月の7日に、まあ、1都3県で緊急事態宣言が出るっていうのがね、まあ、ほぼほぼもう確定している状況下なんですが、いろんな所得をね、ないよりはあった方がいいかなと思うわけなんですが、まあ、いつもよっちゃんママって言ってるんでね、ママもこういうお話ちょっと聞けて、今日は聞かせていただきたいなというふうに思っています。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあママちょっと簡単に、この聞いてる人、見てる人のためにも、こう多分初めましての人が多いと思うので、僕のメールマガジンも3年ぶりぐらいにご登場していただきますんで、知らない方もね多いと思いますんで、はい、簡単な自己紹介お願いします。はい、初めましての方もいらっしゃるってことで、はい、私よっちゃんママとは言われてますけども、本名は増岡夏実と言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。広島市の緑坂っていう住宅団地に住んでるんですけどね、サラリーマン付近と、はい、あと、はい、今年今ですね、まさに受験生真っ盛りの高3の娘と、うん、あと高3ですか、はい、はい、高3です、と中1の息子のですね、4人暮らしで、うん、はい、田舎でひっそりと暮らしているんですね。はい、はい、まあ、実際になんか、まあ、ママ自身のことでネットビジネス、ね、インターネットを使ったビジネス全般のことをネットビジネスと言いますけど、その、まあ、ネットビジネスを勉強する学校みたいなところで出会ったんですけど、最近ママの調子というか、まあ、まあ、端的に言うといやらしい話ですけど、最近の収入具合みたいなところですよね。はい、まあ、主婦でほぼ家にいらっしゃるじゃないですか、まあ、特に今コロナもあって。そうですね、はい、うん、大体どんぐらいの感じでずっと来られてるんですかね、2020年は。そうですね、まあ、2020年ね、本当にもう大変な、ね、時代になりましたけど、うん、おかげさまで私のやってるビジネスは物販業なんですね。でネットでやってる物販業ってことで、うん、まあ、皆さんもひょっとしたらご自身がご利用されて気づかれてると思うんですけど、もう実はこの際絶好調なんです。そうですよね、みんな家いますからね、なんか買っちゃいますよね。はい、はい、で、まあ、収入としてはそうですね、月に、まあ、物販業だけではないですけども、まあ、はい、ね、100万台後半から、まあ、300万近くぐらいまで、まあ、はい、収入があるんですね。はい、さすがですよね。法人なりのお手伝いもさせてもらったと思うんですけど、あれ何年ぐらい前でしたっけ？あれがですね、2017年の2月頃で、はい、藤さんにはですね、すごい素敵な優秀な税理士さんを、はい、ご紹介いただいてありがとうございます。でもすごいですよね、そんな51歳の主婦で家にいながらそれをやってる人って僕は知らないんですけど、はい、はい、ね、周りの人も全国広島思ってないと思います。うん、はい。というかお隣さんとか知ってるんですか？いやいや、多分ずっと家にいるなと思ってるけど、何してるかとか、そのいくらぐらい稼いでるって誰も知らないと思います。そうですよね。ちなみにご主人は何されてる方なんでしたっけ？主人はですね、まあ、広島といえば、まあ、松田っていう感じなんですけど、松田で、はい、普通にしがないサラリーマンをしてます。
だからご主人よりは収入全然高いですよね。そうですね、なんかいつの間にか超えちゃいましたね。あ、いや、もう最初ね出会った頃は本当に新宿で出会った頃、え、広島なんですかなんて話をしたと思うんですけど、そうですね、ちょっときっかけとか、あとはその、まあ、このインターネットビジネスってね、インターネットを使ったビジネス全般を指すのでかなり広いと思うんですけど、はい、そのきっかけとか、そのなんだっけな、あ、まあ、僕との出会いについて少しね教えてもらえたらなと思います。はい、まあ、藤井さんからもちょっとご紹介があったように、その東京の方にですね、インターネットビジネスを教えてくれるその、まあ、コミュニティがありまして、たまたまネットで検索してたら見つけたんですね。で、その見つける前になんでやろうかって思ったかっていうと、まあ、私広島の地元で、まあ、そこそこの企業に勤めてるつもりでいたんですけど、お給料が全然増えないんですよね。はい、本当に情けないくらい、23年勤めて正社員で真面目にやってるつもりなんですけど、なんかこう、うん、子供がね、まあ、産休明けとかで育休取ったりとか、その時短とかするともうガサガサのお給料消されていく、うん、でなんかしまいには手取り15万とかなって、もうどうしようみたいな感じなんですよね。そうですね、正社員でやってらっしゃいましたもんね。そうです、そうです。でこんなんじゃやってられないわ、どうしようと思って、まあ、子供もね大学ね行くだろうし、ちょっとちょっとっていうところで、でなんかをお金増やせる方がないのと思ってネットで検索してる時に、たまたま見つけたコミュニティをで入ったところで、なんと藤井さん発見っていう感じだったんですね。そうでしたよね。はい、最初は、ね、ネットビジネスのことをなんて言ってたんでしたっけ、学部でしたよ。そのコミュニティのチャットで大きい声で、私ネットワークビジネス頑張りますからよろしくって大きい声で叫んでしまったんですね。ネットワークビジネスとネットビジネスはえらい違いですからね、それは怒られますよね。いや全然ね、最初その、ま、違いも分からずに、でそのなんとなく空気感が変わった意味も分からずに、後でこうこそっとみんなに教えてもらって、うん、違うんですよって言われて、ようやく気づいた。まあ本当、まあ、中国地方にお住まいの方は結構ね、ママのお勤めされた企業って、まあ、パン屋さんですよね、パン屋さん。はい、ね、本当に大きいパン屋さんというか、パン企業といいますか、はいはいはい、割と大きい会社でね、うん、やってらしてて、まあ、いろいろ思うことがあって、その、ね、収入のところとかも不安で、1年放棄されたっていうところだと思うんですけど、実際にこうどうですか、今こうコロナで、緊急事態宣言も出ていく中で、その需要といいますか、それは、まあ、要は家でできる仕事じゃないですか、はい、まあ、広い意味で言うと僕もそうなんですけど、はい、そのなんか どう思います、その辺の需要といいますか、はい、実際今生徒さんもたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、まあ、実際私どんな方多いですか、はい、ですね、生徒さんは、まあ、21歳から、まあ、59歳ぐらいまでの方がね今在籍してらっしゃるんですけど、うん、まあ、コロナの前後でやっぱり問い合わせとか入会の方もやっぱ急に増えましたね。実際今何人ぐらい教えてらっしゃるんですか。今そうですね、コミュニティにはそうですね15名ほど、はい、いらっしゃいます。15名、はいはい、でコミュニティにいないで教えてる人も数名、はい、いらっしゃいます。あ、なるほど、なるほど、はい、例えばその中で一番こう最近のやり手の人はどんくらい稼いでたりするんですか。あ、やり手ですか。例えば、うん、例えば、はい、まあ、ざっくりでいいですよ、はい、ざっくりですか。やり手の方はですね、もうその物販ビジネス、この物販ビジネスだけじゃなく、私のようにこの教えるっていう側にも回って、うん、コンサルですよね、はい、はいはい、その方で年商5000万くらいある感じですね。5000万超えられました。でも、まあ、僕もやって、それこそ物販一番最初やってたんで分かるんですけど、はい、まあ、粗利率は高いんで、かなりね、年収にしても相当ありますね、そういうとね。そうですね、はい。この物販ビジネスの年収、そうですね、うん、利益は、そうですね、50、利益率50ぐらいありますんで、はい。うん、なるほどね。まあ、じゃあちょっとね、この辺の詳しい話もね、ちょっと次回の音声で
聞いていきたいなと思いますが、コロナでこう所得のあり方とか生き方って今すごく変わろうとしている中で、なんか今ママが感じていることってあります？そうですね、コロナでやっぱり皆さんこう副業にすごい高い関心を持たれていらっしゃるのと、うん、やっぱりお家でできるものを皆さん探してらっしゃるなっていう感じですね。うんうんうん、で決して、うん、本業は本業のままで取っといて、副業は副業っていう感じでこう割り切って、なんてお付き合ってらっしゃる方が、ね、なるほどなるほど、はい、実際生徒さんでもその割合でいうと専業の方むしろいないんですか？専業の方はとても少ないですね。じゃあほぼほぼ副業で、うん、そうですね、9割ぐらいが副業ですね。へえ、まあ、副業だったら変な話5万でも10万でもすごく嬉しいですよね。そうですそうです、皆さんのそれくらいでももうすごいできたって言って感動していらっしゃいます。ですよね、まあ、実はですね、そう先に言い忘れちゃったんですが、僕の奥さんがですね実は3年前にお世話になってて、あこちらこそお世話になりました、はい、僕の奥さんが、だから今回ご紹介してるのは僕の奥さんが受けてたやつなんでっていうのも結構大きくて、彼女もいい時は30万ぐらいまで利益伸ばして、はいはい、頑張ってらっしゃいました、はいね、売り上げも100万ぐらい出たと思うので、はい、あんまりなんか、まあ、もちろんこう覚えなきゃいけないことももちろんあるんだけど、そんなに能力ので差がつくっていうものでもないですよね。はい、なんかはっきり言っちゃったらね、小学生でもできるんです。できる、小学生でもできるっていうのは例えじゃなくて本当に小学生でもできてるんです。うん、と言いますと？実は私の生徒さんで小学生の方がいて、で実際教えて、うん、そのお母さんが教えてみたら普通にできたんですよね。うん、あ、なるほど。はい、でもなんかいろいろいじったりとかパソコンの知識がないといけないとか、特に例えば物販とか出品とかもしなきゃいけなかったりするじゃないですか。はい。まあ、当時はね、手動でというか全部こう手作業でしてたんですけど、うん、それでもね、はい、小学生のお子さんできてましたし、で今の人はすごくよくって、うん、本当2年ほど前なんですけど、いわゆるこうツールっていうものができて、まあ、ちょっと秘密のツールって何ですか？ツールって何ですか？ドラえもんの道具みたいなもんですか？そんな感じです、はい、秘密の必殺兵器みたいな感じで、要はですね、本来だったら手作業で1品ずつこう出品をしなきゃいけないから、まあ、なんていうんです、うんうん、ちょっと時間かかるんですよね。そうです、なんか写真の切り取りとかしてね、なんか僕は当時5年ぐらい前にちょっとやったことあったんですけど、1枚1枚切って、そうですそうです、はい、トリミングして、加工して、出品みたいな。だから1品出品するのに5分から10分とかかかってて、それをね、1日ね、30品ぐらい出してくださいって、当時私習ってる時は先生に言われて、もうね、1日50分ぐらいかけて手しびれてたんですよね。そうそうそう、結構重労働ですよね、あれね。重労働です、はい。で、ところが今そのツールっていうのを私の方が開発しまして、もうみんなが楽に時短でできるようにっていうことで、で、それを使ったらですね、100品でも200品でもその出品作業をするのになんと2、3分で終わるんです。うん、マジですか？マジです、はい。すごいっすね、うん、あ、じゃあそれなりにこう数を出して、うん、ヒットしていくっていう感じですよね。そうです、はい、で出品して売れていくのを待ってるって感じですね。なるほどね。じゃちょっとその後半戦はその辺のね、こうお話なんかももうちょっと聞いていきたいなと思いますので、また教えてください。了解です。